本当に旅館これ。おい、OK。おい。ああ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 あ景色が一本になるとはなあ誰が予想したかいやー、全部予想してないよなんかダメな感じがしたな、今ダメな感じしたね普通に右色来たよはいはいはい右色来ればいいじゃん、はい刺した自分から言ってんのにすぐ降参したじゃん今いやープロだなもう来たなここまで来ればもうそうするでこの真下でしょ、うん、で左なのそれ難しいどういうこと左になれるよくさっき言ったけど一番最初よく入ったなこれ確かに一番最初よく入ったから確かにあーとか言ってあーそうだねいやほんとすごいわじゃあちょっとなんかさっきチラッと聞こえたからなんかやってみようかえ何しねえの左か。てか、普通に行っていいんじゃない多分、透明ブロックでさ、ガンガンするような感じで行ってたんじゃないいやいや、あれはダメ。えダメだよ。あれ見たかったよ、あの家。無理無理無理。土管であんなってたら無理だよ。お前ら一回土管で半殺しにされてること土管事件で。世紀の土管事件で。俺は489秒で渡していくんで483秒だですねお決まりお決まり一番速いやつ一番速いやつ大体それおお、いい速い一番速い一番速いよいや、俺が言ったらお前、あっああ、ちょっと出てくるなあっいや、難しいよって感じでうまいいいいいあ、もうなあーっそこ、そこ前にここ行くいや、行こうぜおい、行こうぜあそこ何があるんだろうなあそこじゃねえ殺されるほどさっきした行けな行ってみろ行ってみようかじゃあ行けないやめろ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 やっぱ行けないやっぱ行けない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 場所がよくわかんない行け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 ないあーしょうがこれあんまミスってないですね。確かにミスってないね。
お前お前お前行くよ、もういいよ、右ちゃん、右ちゃん行くよ、右ちゃん、右ちゃん、右ね、この下で行くなよ、右ちゃんの左ね、そこいいね、で左、左どっかでジャンプしたい、ジャンプしたいっていいでしょ、え、ジャンプするするの、もうあ、あ、ミスった嫌なところに小ジャンプで入り込んでくる、あー、なるほどね、ジャンプして小ジャンプして、目のところに入ればそこから、あの、針と丸の隙間に止めろって全部落ちるから、ナムキアに次ると左の側面の時当たるから当たらないように全部教えてくれよついに怒られないように あーもうやった、はい、まあでも成功率上がってきてるから、まあまあまあ、まあ、そこは別に上に沿ってさ、ジャンプしないで落ちればいい、あったら一丁前にアドバイスしてやがるよ、アドバイスだけ一丁前だな、アドバイスだけ一丁前、うざいのと難しいのが混ざってるんだ、それしか作れないんだ、うん、だからちょっと、あ、マジかーよー、やめとこ、さすがに最速の最速は最速の最速の一人じゃん、一人だ、もう暇すぎて歌い出したよ、あ、いってって、かけたか、かけたか、あ、ぶねー、今大ジャンだったら終わったじゃん、大戦だった、大戦だった、終わった、お前まだ、いや安定してる、ここもここはもう何なら 100% いってるぐらいだよ、感覚がつかんだ、確かに、なんか君嫌いですと、あれが分かれば、あ、だ、あーもう見え、あ、いや、ここだったら楽しく楽しく送るんだよ、本当に違う違う言ったら、本当に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 ラジオンだ、うるせえよ、なんじゃん、こっそうるさすぎちゃってどうしてよ、取ったらあそこで右行っとしちゃった、あ、問題は次だから、そうなんだよ、行ってから、ここ大事にしてる、左このブロックのちょうどここね、そうそうそう、おい、で、じゃあ、メンちゃんも姿勢をついて、最初ジャンプ、それそれで、それをこの手前で踏み切って、ちょうどその超ジャンプの着地位置がメン玉の上に来るようにする、するとそのままジャンプして止めブロックでガーンっていくから、こいつに当たらないように注意、ここに止めブロックあるから、そのまま下に落ちていく、なるほど、全部落ちる、もうそれでいい、あー超ジャンプ、少女だっつってんじゃん、少女だっつってんのにもう全部教えて、全部教えて、全部教えてもらったのに中じゃするじゃん、教えて教えて、くるよ、で、少女、絶対少女、絶対少女、こいつ、こいつで練習する、この場所で、そう目ん玉で、もう緊張感ある状態で、これね、着地、着地、着地で目ん玉、もう弾き、弾き、弾きよ、それでもうめっちゃちっちゃいじゃん、もう走ってしょうじゃん、もう走っていっちゃいます、走りすぎてるじゃないですか、これから、おお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 おキラーに乗って、なんか普通に乗れるじゃん、あれってさ、下から、あ、飛び乗る、乗れる、じゃあこっから、2回交代、こっから楽しい、交代で2回、2回してんのよ、キラーこれ、キラーこれ、ここに乗らない、で、普通にジャンプで、ついじゃん、乗れない、それ普通に、普通にジャンプじゃん、乗れるよ、で、ああ、飛んでいくんだな、上か、あれやのブロック、あれなんだ、あれ、あれ何が違うんだ、あれと、あれは進まないといけない、キラキラまで行っちゃうか、で、どうする、ああ、だからそこの、あの、キラーの真上は、あの、来るから、何これ、これは何、意味があるわ、もう、意味わかんないじゃん、ブロックは、ノリで置いたじゃん、もう携帯切ってるし、おい、ブレーク、スマホ見てんじゃねえよ、もう助言しろ、助言しろって言ってるから、ここ来ちゃいけないの、そっから助言はできないよ、あそこ行けばいい、乗っていいのこれ、じゃあ、いや、乗るでしょ、乗って、そのままもうすぐ上に、そっか、行っちゃった方がいいじゃん、ちょっとこれ、今意味のないです、ガン出してる、そっちゃまだ、出して、行って、上にでも、きちくたな、ここに乗りたいんだけど、誰か、誰か、疲れたらやると思って一発目やるな、お前、もうすでに疲れてんじゃないか、もう疲れてる、それは間違いないけど、あそこ結構神経つかんだよね、実はもうこの辺、あのブロックとかなんだよ、ほんとに、もうなんだよ、ほんとに、綺麗じゃねえな、え、綺麗にしてくれていいって言えば、もう一番右に行ってもらう、一番右に行って、ちょうど全部できたタイミングで、向けていい、向けていい、まあ、1回目、ノーか、ありがとう、ちょうどできたタイミングで、スッていく、
そしてそのまでそこすぐ右行っちゃう、右キラ出ちゃうから。で、そっちは右でサイキ、そこで待って、そしてキラ車に行って、あ、あって、乗ってピュッて降りればいいのかな。なんだ、ほんとにこれ。あこの前、針5個もいらねえだろ。ほんとに、これ何なんだよ。え、ここ、え、左だ、一応左だ。あ、最初左で左で右行くの。あー、え、ずっと左でいいの。知らない。いや、うん、そこじゃない。わさび、わさび最初左で、最初左で、いや、ここで、ここで行く、左から右行くの。左から右行くんですか。一回あのキラー避けないと、避ける自信ね。あ、さっきよりもあったわ。 あの時いらないだろ。いらないよ。最初意味あったんだけどね。最初にやったんだこれ。もうここでもなんか意味するつもりだったんだ。なんかステージのデザインが汚いよね。あー、そこ今もう右にいないとダメだったな、今違ったね、タイミングが、タイミングで、あー、触っちゃった。じゃあもう速攻行って右の方がいいよ、多分速攻行った方がいいよ。速攻行って右、こんな方がいい。速攻行って右だね。この上に乗ったら走る、乗ったら走って右に行く、右に行って全部できたらジャンプ。止まれない病が、止まれない、止まれない、止まるんじゃねえぞ、金時だから。止まるんじゃねえぞ、止まるんじゃねえぞ。おい、止まるんだよ。ここで、待って、キラー出る前に行って、おい、今、甘い。え、どうすんの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 、これ、積んだ。いや、でも、いや、上から行ける、上から行けるかも、行けそうじゃない、行けるかも、やってる。あ、あ、あ、行けそう、行けそう、行けそう、行ける、行ける、行ける。あ、で、で、こうなるんだけど、行ける。あ、生き残るか、じゃあ。そうだ、生き残ってもいい、これ。そこ、速攻ジャンプで右。あ、あ、その、防げると、降りちゃう。まあね、おい、あ、行けんだもん、すごい。はい、落ち。はい、早そう。あ、何してんだよ。何してんだよ。わさび、わさびいけんだ、これわさびある、わさびあるけどね。俺と同じことしようとしてたってよ。してない、してない。で、天道切り合う。あー、おー、そこに一回の上登って、これで行くじゃん。で、ここで耐えて、え、あの木、あの木ら、まさか前、前、上から、前でいい、前、前にジャンプ、前ジャンでいいのか、ちょっとわかんない。それ意味わかんない死に方すんな。もう絶対ないよ、あれ、あの死に方。もうもうないよ、二度とない死に方。あーねー、もう一回、もう一回、もう一回、疲れてます、疲労が出ております。ゴミみたいな死に方に返しやがって。価値のない理解だから。もういいよ、やめて、やめて、じゃあ休憩してな。休憩するか。俺もどっちかって言ったら今休憩したい派。あ、俺、じゃあ俺やりたいんだけど、俺もやりたい。休憩したいです。じゃあ金時と交代で2人でやるしばらく。4回ずつやる、4回ずつやる、4回ずつやる、俺の2回金時にあげるから、翔くんの2回金時にやって。ほんとに休憩するんだ。あ、じゃあ早いんだ。あー、なんか、あ、それは違う。あの瞬間でちょうど半分ぐらい。まあそうだ、八代が絶対終わりに近い。ああ。このエグいとこクリアしたら、じゃあ、あー、はい、ここでなんかあの砲弾増えるからね、あの砲弾も。まあ、わかるけど、こう後ろから触ってきてるからさ。うん、そんなことない。よー、あ、いった、この後、この後、この後、どうすればいいの、どうすればいいの。なんか、スネークだった。いや、でもなんか、いける感じになった。なげえな、ここ。え、この4回をものにしてみせる。この写真までね、違う、いや、一発いって、あ、上から出るから、まあちょい前ね。はい、ここで、あー、大丈夫。うまい人やってほしいな。すぐ行けんのかな、さっきのところ。あー、で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 、あー、あ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 、来た。あ、休憩して、あ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 、バッ、いけるもん。あ、うまい、うまいね。なんかパターンが、うまい、うまい、うまい、見せがってる、見せがってるよ。横にいるとダメなんだよ。まあ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 、あ、それで乗ったら動きやすかった。うん、知ってるよ。うせえな。これが何、出前する楽しいステージ。へぇ、出前するんだ。どうで、出前してんだ、俺。じゃあ、キラーでこんな風に。あー、もう、いけるわけねえじゃねえか、バカ。キラーと、キラー単語しか出てないか、このステージは。出るとこで出ます。どこで出る、どこで出ます。あー、もう、最低。あー、ちょっと遅かった。最大スピンジャンプ結構有能だな。
構うまい。あー今あーなんかなんかおー曲げた、変わった。いいこうして、うおーむずくない。えこれさ、スネークないといけないのか逆に。スネークに乗るのめちゃくちゃ、ね、これスネーク乗ってダメだったらどうする。うん、わさびで一緒に違う。わさびでいい。おお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 。あ、いやこれスネークなしでいけるんじゃないか。いけそう。あのファイヤーマン乗れば、ファイヤーマン乗る。口をかかって結んでいます。あ、あ、そうか、いけそうじゃん。こっから、あのファイヤーマンの上にファイヤー、なんかあるじゃん。あれは違う。危ねえ。そこ乗れんの。乗れんな。乗れんな。あ、やべ、この難しいを連続させてやるステージって本当に面白くない。めっちゃ言うよ。その回答はない。地味な。あ、え？あ、今笑ってるぞこいつら。にやけてる、にやけてる。やったか。これやってるか。いや。いや。ちょっと待って。あ、ちょっと待って。あれ？あれ？この端っこってこと？あれ？あれ？あれ？あいつら、こいつら。あ、逃げ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 。コース、コース、一体コース見よう。じゃあ一回見よう。カクラス、ああ、いいね、これ。まず、まず下行ったら、あそこの右が気になるね。こっからこう行って、で、まあ上行って、ジャンプして。そこの右なんだよ、問題は。ここね。そう、それが気になる。ここは行けたら、まず右行ったら全部、透明で死ぬじゃん。ここ全部これで死んで、まあ一回そこ行くと死んだけどね。そこはどうなの？乗れなくね？透明。透明ある、ここで、止め踏むやん。ジャンプしてこっち行けるんじゃねって思ってここに落ちるじゃん。で、止めにぶつかっていけないって。で、しかもここもなんか微妙にいける感を出しといて、人はトゲトゲ。スペースマンの方が今サボしたんでしょ。あ、だからこのトゲがあんのか。うわ違うんすよ、これは。違うんすよ。じゃあ右、じゃあ右。じゃあ右は上はない、そこまで上はない。これは上はない。もう適当に入っただけやろこれ。実際これ全部上から適当にやったから。おい、ふざけんな。めっちゃいい感じやった。キリアンがあそこジャンプするかしないと決まってたじゃん。まず確かに、確かに上になんかあったのあったよね。これ適当にこういくじゃん。でこっからこういくってことでしょ。この辺適当に伝っていった方がいいだろ絶対。できないよまず。で最悪、最低、最低です。最悪です。はい、最低です。最悪です。スマイルめっちゃ浮いてるし。スマイル、最低だな。最悪だった。どういう最悪だっけだったの。どういう環境で育ったらあそこ。いや、あれやばい。せめてさ、あそこクリアしたんだったら行かせよう。いや、クリアできてないのになんだって。だから義務教育に置けないから、絶対。絶対置けないよ。どんどん空気受けてたら、あそこ置けないから、その透明風呂。やべぇ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価も待ってるよ。さらに Twitter のフォローもよろしく。 Twitter には最新情報が盛りだくさん、メンバーの日常も日々更新中。それではまた次の動画で会いましょう。さようなら。